せーの、パパのビーズです。なんか白すぎてさ、気持ち悪いからあんた着替えてきてくれない？なんであんた自分が違うやつ着てこればいいやん。じゃあ早く着替えてきて。なんでそんなん、はい、もういいやん。ほら、この画面見てみや。知らないな、もう白すぎて気持ち悪い。うるさいな。私この家違うから。バレンタインの時も俺来ました。それはあんたが自分で着たいって言ったからやろ。でも今日別にこれ着たいって言ったじゃん。でも今日はもう白すぎて気持ち悪いやん。てめえの顔が気持ち悪いやって、やばいよね、あの人。もう一本本気でファッションしてんねん。どこがやで。え、ふざけてる。じゃ何が白が赤って、なんでこの色着る。クリームじゃん。じゃ、なんで白がいいやつってこの色着る。別に白じゃないもん。ネタやんって、これ着てくんの。なんかもうツッコミ待ちやん。本気。さっきよりあんたね、なんか後ろのやつと同化してんで、だって。同化してる。同化してんねん、あんたの頭を。あんたの顔だけがポンって浮いてるように見える。ディディ、It's showtime。下がっちゃうよ。ここまで行くよ。ここまで。もうちょっとお前心に行く感じだよ。ということで、巷で話題の10円パンというものを大量に買ってきました、ね。イエー。なんか値段も10円なのかなと思って買いに行ったら500円だった。そうやったら500円パンにしてくれたらいいな。韓国で有名やねんか。だから韓国人が多分日本の10円玉の形が好きなんか知らんけど。感性どないなってるねん。私に聞かんといてほしいんだけど、うん、流行ってんのも私は知らんかった、ね。そう、あ、ジンジンこれ TikTok で見つけて10円パン？そう、10円パンが流行ってるみたいな。10ウォン効果のデザインをお菓子にした10ウォンパンが人気になったんで。じゃあ10円パンは日本だけで、この形は日本で、出来たてからもう今ね、2時間ぐらい経ってんのよ。強くやん。はい、食べようか。当て合わせて。ありがとう、大地。大地、ありがとう、太陽。命をありがとう、いただきます。まあ外側はカステラっていうかベビーカステラのでかいもんね。うん、まあね、チーズ伸びるんやんな。ブチって切れる音すんねんけど。 TikTok でビヨーンってなってたやつ、うん、あ、じゃあやってみよう。今日再現しますね、うん、チーズどんだけ伸びんねやろ。チーズ伸びるんやんな。なし。偽物の10円パンとかじゃないやん。普段しっかりと渋谷のメガドンキでで、買ってきたんやんな。行列しっかり並びました。待って、チーズが固形になってます。生地をダラーンと垂らして、うん、長方形のチーズをポンと置いて、その上にまた生地をダラーンって挟むみたいな、うん、ポンって乗せてたチーズのまんま帰ってきたってことね。言うたらなんか思ってたのと全然ちゃうなっていう。味は美味しいよ。出来たて食いたかった。なんで2時間前に買いに行った。パスポート取りに行ったから、そのついでに買いに行こうと思って。お祭りいっぱい楽しんで帰ってきて、ベビーカステラちょっとまだ残っててっていう感じ。わかる。で、家で残りのベビーカステラみんなで、はい、あ、やっぱいらん、残りいらん、私もいらへん、これとくでってやるやつね。まあまあもちろん美味しいよ。はいはい。うわー、悔しい。最近ウーバーイーツの出して機能というか、その商品を受け取った時の誰々が商品を受け取りましたっていう顔写真付きで通知が来るの最近。あー、はいはいはい。これもございます。顔を確認して、もしイケメンやったら置き配する直前タイミングを見計らって、あたかも、あ、早すぎちゃった、あ、ごめんなさい、すいませんみたいな、2、3回ぐらいやったことあります。めっちゃキモいことしてるやん自分、うん、で、逆にここの写真よりも全笑顔来て、あれ見れない。何が、昨日めっちゃイケメンが来たの。昨日めっちゃイケメンが来たっていう報告でした。なんか怖いでやってること。自分はやらへんけど、ここ最近 Uber Eats に夜事件があって、加害者が Uber の店員、あの配達にいたんで、まあ簡単に言うと恋しちゃったみたいな、置いて、うん、パッと隠れて見て、え、キモ、その女の子に恋しちゃって、うん、でも2回目の配達の時に自分の連絡先を書いた紙を商品の中に入れて、 Uber の商品を家の中で開けて気づいて、うん、ストーカーが、うん、まあ、捕まったみたいな、そういう、まあ、じゃあ何回かやったらやろな。さすがに1回でさ、だってもう二度と来んねやったらさ、別にそれはいいやろ、まあ、住所知られてるっていうのがキモいから。ほう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 。で、パスポート取ったけどどっか行く予定あるん？一応ある。いつ行くん？来月。韓国。何日から何日の間、後半ぐらいでしょうか。まあ、3月頭とかさ、仕事とかまだちょいちょいあるから。3月後半何日ぐらいに行くの？なんで何泊で？怖い、お前絶対ついてきて何かのドッキリするやんか。せえへん。飛行機遅延ドッキリやめてな。私そんな権力持ってんねたらめっちゃ住んで、多分無理やねん。向こう着いたら何にも持ってないし何にも怪しくないんだけど、チェックみたいな部屋になんか連れて行って2時間ぐらい2時間もかけてボディチェックされんので何もなかったですどうぞとか言って、それってやめて。
パスポートさ、俺めちゃくちゃ頑張って取ったのね。なんか時間かかったの、無駄に。なんかみんなそんな涼しい顔してるパスポート持ってるのがすごい不思議で。うん、飛行石のやつとかはみんなもっと若い時に勝手にやってんねん。だから簡単に取っていけるんだろう。そうなんす。そうなんす言ってた今。ジムトレーナーやねん、実は。そうなんすじゃなくて。いや、そうなんす。お連れてんねや、うん、めっちゃ話変わんねんけどさ、パスポートケースってさ、どういう形のやつを買えばいいの？知らん。いろいろ調べてて、パスポートケースはまあやっぱおしゃれみたいにしたかって、どういう、あの腹いっぱいだな、ほんで1個で。わかる、1個でめっちゃやばい。今2個行こうとして。行け、おい、あんたも行け。私まだ1個も食べてない。いい加減にしろ、ほんまに。いい加減にしての量じゃないのよ、これ意外と。やばい、まじ、俺正直言っていい、うん、私パスポートケースとか使ってない。え、てか大体みんなパスポートケースなんかそんな使ってへんで。ノズラ、なんかノズラの方が逆に可愛くない？パスポートケースってどんなんあるちなみに。何があんねやろなと。どっパスポートケースってどんなのやろな、まず。あーね、え、邪魔、こんなん邪魔やん。え、めっちゃ海外行く人とかやったらいいと思う。あ、やっぱそうだよね。わかりにくくなるから、これ持ってた方がこれ一個で楽みたいな人は絶対いると思うけど。そういうことか。じゃあ変な話、薄いやつでもいいんだ。ただだから、そのパスポートを可愛く見せたいっていう意味だけのパスポートケースでいいんやったら、もうそれだけでいいんじゃない。うーん、好きなキャラクターとかさ、はいはい、海外旅行って何かしらすぐメモ取らなきゃいけないとか、飛行機っていっぱい書類ありそうやん。じゃあ例えば、じゃあやってみよう。じゃあ私韓国のあの空港の人やるから。じゃあこんにちは。どうも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 。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 どえ、マクド盗まれてんじゃん。とりあえずマクド取りに行こう。なんだ、ここにこれないんや。ないの。こわ、こっちから。行くよ。うん。いません。マクド頼みすぎ問題。これはとある企画で使います。なんて、本当に怖くなかった今。びっくりした。え、俺終わりとも今本当にいろいろ怖かった。そこにすぐ横に隣の家あるやん、うん、そこになんか遊びに来た友達とかがさ、あ、間違ったみたいな感じじゃん。よかった、よかった、もう本当にびっくりした。確かに。はい、じゃあ気を取り直して。いや、なんかさ、韓国アプリとかないのかな、翻訳。あの、喋れんくてもいけるし。なんで？日本語の説明書書いてるから。なんで？だいたい空港に。でも韓国の街に出たら基本韓国語じゃないと。ねえ、韓国語が、でも英語、韓国人英語できる人多い。あ、そうなんだ、うん、韓国は治安いい感じ？日中出歩いてて治安悪いなとかあんまないかもしれない。うん、だからステップ踏むと、うん、タイにも行こうと思ってたよ。タイに行きたいの。それは何かけたってこと？今のナチュラルに。ナチュラルに。いや、変な意味じゃなくて、うん、夜の街に行きたいの。お酒飲みに行きたいってこと？うん、うーん、タイはっていうのと、動物と、あと寝たりするやつやろ。全然、ね、寝てくれるかな。お腹すぎすぎるでしょ。うまそう、こいつはやっぱなるんかな。こういう珍動物とかいっぱいそう。確かに、2分では出会われへんのに、うん、どうや。パスポート取ったってことは、もう予約していけばいける。すっごい。なんでそんな、あんたは自分がパスポート持ってることにそんな当たり前の顔するの？海外行きたいっていう欲があったのが、うん、それこそ二十歳になった時ぐらい。そっから何回か韓国行ったりしてたやんか、そのコロナ前。やっと海外の楽しさを知ってきた。ちょっと違う国も行ってみようっていう時にコロナになったから、うん、バカンス系に行ったことないね私、うん、ダイビングとかさ、海の中潜るの好きやからさ、そういうのをしに行きたいねんけど、そっち系の国にまだ一回も行ったことないもんから、あんま楽しみを知らん、楽しさを知らん。私はね、フィリピンとスペインに行きたいな。マジで2つともね、スペインの血も入ってるから。あんたはもう純日本？純ジャパよ、私。いとこは韓国人とのハーフ。え、すごい。いとこのお父さんが韓国人。どうなってるマジリンは。じゃあマジリンのお母さんとお父さんがスペインとフィリピン人で、そこのハーフがマジリンで、そのハーフマジリンから日本人のお父さんが加わった佐藤浩二ってこと。ああね、すごいね。だってクォーターってこと。4分の1ちゃうねん、ミックスやから3カ国だもん。じゃあ、あんたミックスな。いや、分からへん、ミックス、ミックス。なんかトイプードルとチワワのミックスみたいな、そういうなんか可愛く言っちゃった、そういうミックスってこと。言っちゃったみたいな。だミックスの子供はなんなんやろ、このミックス。なわけないやん、言葉遊びみたいな、そういうのないやん、絶対。逆に、もうってほんまに。違う、ファックスとか。もうってほんまに、ウィーって、すいません、番号送りますとか、ちゃうねん、ほんまに。だから、はい、出てこない。ソックスじゃない。私の靴下を見て、ジジイです。はい、それの。はい、
べてる時にこうやって足を上げない。でね、ジジといえばなんやけど、ジブリパークに私行ってきた。そう、今女性降ったよ今。そうでね、ジブリパークに行ってきたということはあなたにお土産があるんですよ。うん、そう、誕生日にあの旦那さんにジブリパークに連れて行ってもらったんですね。そうで、私行き先知らんくてさ、でもいつもさ、メーテレのさ、行く時名古屋で降りるわけやんか、うん、だからこっちの方面の新幹線はもう名古屋か大阪か京都しかないわけよ、うん、で名古屋で降りてもその時まだピンと来てなかったよ全然、うん、前さ、ジブリパークに行った時はさ、その車でロケバスで行ったからさ、何駅とか知らんかったよ、うん、もう余計わからんわけ、藤ヶ丘の駅とかで降りたら、うん、改札こう入るやん、ほんなら、うん、ようこそジブリパークとか書いてあって駅にネタバレされたで、はい、これです。辛い。え、でもこれがやっぱ一番いいなと思う。うわー、形かわいい。そうやね、待って、超かわいいかも。ありがとう。はい、で、この色好きそうやなと思って。好き好き好き、ね、このくすんだね、色味がやっぱ好きやし、トトロの置物にしようと思って始めるけど、やっぱ置物ってなんかな、それの印象になるやろ、家がやし、印鑑立てしかなかったの、かわいいと思うやつが。え、印鑑立て、なんか印鑑をここ、さ見えた、見えましたよ。見えてないかなと思って、めっちゃ骨の見えましたよ。そう、でも印鑑とか使わんやろな。確かに確かに確かに。え、嬉しい、ありがとう。 ね念願だね。めっちゃ良かったね。マジですごい、猫バス3年で。ふかふか、ふかふか、やばい、ふかふか。で、ここちゃんとこうなってて、ここに座れんの。パークが逆。そうなの、ちゃんとすごい、ね、見て、トトロおる。あ、どこ、ここ、どのシーンっていうよりは、トトロと一緒に写真撮れますよの。うーん、でも最高やった。でも多分ジブリ知らん人が行ったら、うん、もういいかなって言って、多分1時間ぐらいで飽きちゃうんかなっていう。めっちゃ好きな人からしたらもう天国、もう最高の場所やねんけど、何見ても分かるからさ。アリエッティ見たことある？アリエッティはね、覚えてない。言ったらアリエッティの部屋とかもさ、なんかその床下のに住んでるわけやんか。地上までこう這い上がっていく通路みたいなのがあるのよ、壁の隙間のなんか釘がさしてて、そこをアリエッティが登っていくんだけど、それとか再現されてる。マジで楽しかった。違う、お誕生日おめでとう。ありがとう。誕生日おめでとう。確かに誕生日になってから初めて会ったもんね。え、ちょっと待って、信じられへん。切れそう。なんで切れそうなんか分かりますか？え、なんで切れそうな？ハッピーバレンタイン。あれ、そこじゃない。普通に、あ、報告すると、バレンタイン、リアル0個でした。現場とかそういうの。あ、もらったもの含めて？含めて。誰からももらわんかった？誰からも。マジか。ほんで、なんで切れそうな？ジンジンが買ったカバンを使ってないからってこと？じゃああんた来てへんよ。昨日来ましたけど。今日来てへんよ。カゴの中に入ってます。あ、そう。あれはしっかりと使わせてもらってますよ。そうですね。じゃあこちらも別に今日はこの気分であったわけで。そう、使ってないわけではない。え、使った？使った？まだ使ってないです。あ、使ったわけないって思う。え、だってさ、使っとるやんか。カバン買ってすぐ出したくないタイプなの。え、どうしよう、俺その日に行くわ。あ、おやじ、それはそれでいい。あんたとバイバイしたら俺それボッテガで帰った。そう、帰ったじゃん。あ、帰ったわ。うん、やっぱね、1個のカバンがちょっと廃れてきたなと思ったら新しいやつに変えたい。気分で返したらなんか痛みそうやん、全部のカバン。別にそんな生物じゃねえんだからさ。うん、痛みね。出しただけで空気に触れるとか酸化しやすいとか、うん、そういうものじゃないから。ならもうちょっとしたら使う。じいじプレゼントして身につけてほしいタイプやから。あとシャンプーとかも送ったら匂いがかかしてって言って。え？キモい。彼氏とか彼女とかにするんだったらまだいいと思うんだけど。お友達にも全然しちゃう。割と重いタイプ。体重だけに。体重だけになんかやっぱ重いとかもいろいろ重いんだな。なんか、あと重たいのはあれですね、洗濯物の重量。スタイリストさんに言われました。ジンジンの冬服とかやばいと思う。やばい。乾燥機とかない実家とかはいつも重たいやつをこうバッサバサして。いや大変そう。ということで、ジンジンが重たいのは、体重、気持ち、気持ち、洗濯物の重量でした。はい、ありがとうございました。ドスンドスン言うて。